皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。11月3日、国民的アイドルグループ、嵐がデビュー25周年を迎えた。有料ファンクラブサイトで公開された動画では、2020年の活動休止から4年ぶりに大野聡が登場し、話題を呼んでいる。写真あり、ビジュアルをキープすると断言したのに、激変した大野聡。動画では、 大野、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也、松本潤の5人が出演し、ファンへ思いを伝えた。ただし、大野が活動休止中のためか、全員が手元のみを映し出し、顔出しはなし。手元と声だけで出演するスタイルをとっていた。ファンの前に5人が揃うのは実に4年ぶり。世間では歓喜の声が続出したが、X では顔出し NG。 の無情さを嘆く声も聞こえてくる声と手だけってなんで顔出しはしないの本当にちくんなの顔見せてないことがいろいろ不信感。特別サイトでちくんでているみたいだけど顔出しは血の手は確認できても嵐5人の顔はないの。だが現在の大野のビジュアルではどのみち顔出しは難しかっただろう。11月1日の「ニュースポストセブン」では「 T シャツの袖口にタトゥーを入れ、真っ黒に日焼けし、あごひげも蓄えた大野の姿が報じられていた。現役時代とかけ離れたワイルドな変化を見て、嵐って復活しないんだなと落胆したファンも少なくない。あまりの「美女編」に、X ではこんな不満も上がっている。大野智、休止前には、このビジュアルは守り続けるからね。 ってライブで言ってたのにさその約束からも縛られたくなかったのかな大野くん会見でビジュアル保てるように頑張るとか言ってたのに今あれだし最後またねって言ったのだってその場のノリだったのかなとか思って悲しくなるよね一生活動休止ってわけにもいかないしどこで折り合いつけるつもりなんだろうか確かに大野は2019年に開いた活動休止会見などでビジュアルや体型はキープしていこうと思っています 久しぶりでいきなり吹け込んだりするのは正直怖いので4人以上に気をつけてお休みしようと思いますと意気込んでいた。だが蓋を開ければこのありさま嵐復活をめぐっては様々な報道が錯綜しているが果たして大野の心は今どこに傾いているのだろうか。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。